イルリアの一イルリ,リアは古代ギリシアローマ時代に現場アルカン半島の西部に存在した王国。イルリア語を話すイルリア人によって建国され共和制ローマによって滅ぼされた。イルリアの正確な姿は現在の歴史家にも十分には分かっていない。イルリア人の勢力範囲とイルリア王国の領域とは必ずしも一致せず、さらに イルリア王国の国境線は曖昧な部分がある。例えば、ダルマティアは言語的にはイルリア人に分類されるが、イルリア王国には短期間しか所属していない。考古学の一説によれば、イルリア人の祖先は、青銅器時代の初期にはイルリア地方に定着し、ヒンドヨーロッパ語族の祖先と混合したと考えられる。こうして、イルリア人が誕生し、アウタリティア、 ダッサレティア、セリドネス、タウランティなど、古代イリュリア人の部族が形成された。さらに北に住んでいた、ダルマティア、パンの2などの部族も、イリュリア部族として分類されることが多い。古代イリュリア人は、牛、馬や、農産物を育てたり、銅や鉄を採掘し道具をこしらえたりして、それらを交易して生活していた。部族の族長は年長者の会議によって選ばれた。 ゲンスロベニアの首都リュブリャナで発見されたイルリア人の彫刻壁には、生贄にの儀式、祝宴、戦闘、体育行事、その他の活動が描かれている。イルリア人はバルカン半島西部に定着したが、しばしばイルリア人の一部がイタリアに集団移住することもあった。イルリアの部族同士はいつも反目し、戦いを繰り返していた。特定の部族が、 他の部族を支配することも多く、短命の王国が何回も形成された。紀元前5世紀頃には、イリュリア人の勢力範囲は北に広がって、現スロベニアのサバ川周辺まで伸びた。紀元前4世紀に、バルデュリス王が現れて、イリュリア王国を強大な力を持つ国に変えた。当時のイリュリア王国の主要都市は、リッソス、エピダムノスが挙げられる。 紀元前359年、イリュリア王国は、マケドニア王国に侵攻し、マケドニア王ペルディッカス三世を倒して、マケドニアの一部を支配下に置いた。しかし、紀元前358年、マケドニア王のピリッポス二世の父の逆襲にあって、イリュリア王国は敗北し、マケドニアに、オフリどこまでの支配を取り戻された。アレクサンドロス大王の時代になってからも、 紀元前335年にイルリ,リアの族長クレートスがマケドニアに交戦したが敗退した。アレクサンドロスのペルシア遠征にはイルリ,リア部族の指導者と兵士とが同行している。紀元前323年のアレクサンドロスの死後、イルリ,リアには独立王国が再興した。紀元前312年、イルリ,リア王・グラキアスはエピダムノスからギリシア人を追放した。 紀元前3世紀の終わりには、イリュリア王国は、現アルバニアの都市シコドラ近くに首都を置き、アルバニア北部、モンテネグロ、ヘルツェゴビナを支配するようになった。ピネス王の摂政として、イリュリアの女王と称されたて、歌が統治した、紀元前231年から紀元前228年にかけて、イリュリアの海賊が、盛んにアドリア海のローマ商船を襲い、 古代ギリシアのポリスや周辺国に脅威を与えた。イルリア王国は海賊を避護したため、紀元前229年、ローマはイルリア王国に侵攻した。ローマはネレトバ川周辺集落に侵攻して、アドリア海を脅かしていた海賊を鎮圧し、戦争は紀元前219年に終わった。紀元前180年、ダルマティアがイルリア王国からの独立を宣言した。 イルリア最後の王ゲンティウスの時代、イルリア王国はローマに侵攻され、紀元前168年に首都スコドラが陥落した。ゲンティウス王は捕虜となり、紀元前165年にローマに連れ去られた。イルリアには、まずは4つのローマ同盟国が作られ、実質的にはローマに支配された。後に、この地域はローマに直接支配される属州イルリクムとなった。 6年、属州イリュリクムで大規模な反ローマ暴動が発生したもののテベリウスによって鎮圧された。10年に、ローマ属州イリュリクムがダルマティアとパンノニアとに分割された。3世紀には、クラウディウス・ゴティクスやアウレリアヌス、ディオクレティアヌス等のイリュリア出身者がローマ皇帝に即位した。その後は、イリュリアやイリュリア人という言葉は一部の人の間を除いて、 ほとんど使われなくなったが、イリュリアの名はナポレオン・ボナッパルトによって蘇った。ナポレオンはハプスブルク家の領土だったスロベニア、クロアチア、ダルマチアをフランス帝国に編入し、1809年から1813年までの間、フランス領イリュリア州と名付けて支配した。ウィーン会議によって、ダルマチアを除く地域はオーストリア帝国に復帰し、 イルリア王国として1849年までオーストリア帝国の支配下に置かれた。その後に再編されたオーストリアハンガリー帝国ではイルリアの呼び名は使われなかった。同じ19世紀のヨーロッパの民族運動の中でもイルリアという名前が登場した。南スラブ民族の自立運動が起こり、特にクロアチア人の間でイルリアの再興を求めるイルリア運動が起こった。 ただし、この運動は誤った、歴史認識に基づいているとされ、後に衰退した。演劇や文学では、イリュリアはしばしば半ば空想の国として登場する。その例として、ウィリアム・シェイクスピアの12ア・ジャンポール・サルトルの汚れたて、ロイド・アリグザンダーのイリュリアの冒険などが挙げられる。鉄器時代には、イリュリア人の標準的な埋葬方法は、古墳葬だった。 はじめに古墳を作ると、血縁者はその周囲に古墳を作り、身分が高いほど使を高くした。発掘調査によって、古墳からは、武具、装飾品、衣服、土器の壺などが多く見つかっているが、これらの道具は、死後の生活のための埋葬品と考えられる。イルリア人の信仰では、人身を生けとする習慣があった。古代の歴史家アッディアノスの記録によると、 イルリア人の族長クレータスは、アレクサンドロス三世との戦いの前に三人の少年と三人の少女、三匹の子羊を生贄に捧げている。イルリアの都市、リゾンは都市の守護神を祀っていた。守護神は、メダウラスと呼ばれ、槍を持ち、馬の背に乗った姿で描かれている。ありがとうございます。